どうも、皆さん、こんにちは。チャクバです。本日はですね、クレジットカードに海外旅行保険って付帯しておりますよね。まあもちろん、付帯しているカードと、付帯してないカードね、あるわけなんですけども、こちらですね、ずっとね、リクエストいただいてたわけなんですけども、クレジットカードに付帯している海外旅行保険まとめということで、今回ね、動画やっていきたいなと思います。 はい。ということで、今回ですね、クレジットカードに付帯している海外旅行保険まとめということで動画ね、やっていきたいなと思うんですけども、私個人的にはですね、まあ、ある程度ね、金額積んでいただければですね、クレジットカードのね、保険でもね、いいのかなと思うんですけども、 基本的には海外旅行保険はですね、そこまでね、高くないので、ベッドでね、入っていただくのがね、お勧めっていただきになります。まあ、というのもね、今、円安がね、非常に来ているっていうのとですね、またね、アメリカとかに行くとね、本当にめちゃくちゃ高かったりいたしますので、まあ、これでね、海外旅行保険付帯させてた、で、それで賄えたっていうんだったらね、まあ、それはそれでいいと思うんですけども、これがね、足はみ出ちゃったとかですね、適用されてなかったとかね、まあ、こういった時にですね、 本当に人生狂うようなね、あの、負債をね、あの追ってしまう可能性がございますので、星をね、追る話をね、最初にしてしまって申し訳ないんですけれども、個人的には海外旅行保険はね、 え、ベッね、入っていただくのがね、おすすめっていう風になるわけなんですけども、このね、クレジットカードに付帯しているね、海外旅行保険っていうのもね、利用付帯と自動付帯で分かれておりまして、またね、乗り付き遅延とかそういうものが付いてなかったり、付いていたりとかですね、またね、年会費無料のクレジットカードだったり、デビットカード、またね、クレジットカードでもね、付帯してたり、付帯してなかったりいたしますので、私の動画でね、結構紹介させていただいているクレジットカードをメインでね、海外旅行保険で付帯しているクレジットカードをね、まとめて解説 やっていいいきたいなぁと思まそれではね、まず、えー、利用負帯と自動負担についてなんですけども、こちらはアメリカンエクスプレスのね、公式サイトっていう風になっておりまして、アメックスのクレジットカードはね、ほとんどのカードが、まあ、利用負帯っていう風になりまして、まあ、どういうものだったらね、対象になるかならないかっていうのがね、こちらに記載があります。 今回ね、紹介させていたクレジットカードでね、この利用負帯利用される方は、公式サイトでどういったものは対象で対象じゃないのかっていうのは確実にね、チェックしてから利用するようにしてください。アメックスの場合だとですね、このね、海外旅行保険対象っていうことで、えー、具体例がね、出ております。で、OK なものは、まず、えー、電車バスで、空港までの電車リムジン代ですね。で、ターミナルまでの新幹線料金、海外での特急料金や、えー、高速バス代、 こちらは出国前ではなく出国後の決済も OK です。で、次に飛行機ですね。地方空港から羽田空港の航空券代、海外渡航先までの航空券代、出発前だけではなく出発後の決済も対象です。で、次に海外ツアーですね。こちらはパッケージツアー料金ということで、出国前のみがね対象になります。で、オプショナルツアーですね。時刻表にもついて運航される 公共交通用具のの代金を含む場合は、は出出発発前でななく出発後の決済も対象っていったになりま,すまあこの上の4つがね対象になっておりまして下の方ですね対象外になっておりましてガソリン代であったり高速代駐車料金レンタカータクシー料金タクシー料金もねダメなんですよねでまたですね航空券の発券手数料座席の指定料空港利用税航空券の消費税ラウンジ流料金電子マネージャー時代デポジット代プレビー プリペイドカード購入費などということで、ここら辺がね、すべて対象外になります。特にね、この航空券の発券手数料とか、燃油サーチャージとかですね、この燃油サーチャージはですね、 このアメックスの場合はね、回答が結構ね、コロコロ変わってるみたいで、大丈夫って言われた人もいるし、ダメだって言われた人もいらっしゃるみたいですので、もし利用される方はぜひね、問い合わせてからですね、対象かどうかね、確認してください。まあ、こういった感じでね、アメックスの場合は、えー、されておりまして、まあ、大体の会社ね、こういった感じにねなってるみたいなんですけども、まあ、楽天カードとかね、一部ね、募集型、まあ、こういうパッケージツアーじゃないとダメだみたいなね、そんなことも書いてあったりいたしますので、まあ、 言いました通りですねこの利用負帯がどういった感じで適用になるかどうかっていうのは確実にチェックしてからね利用するようにしてくださいそれでは次にですね本題に入る前にねもう一個話したい部分がございまして。 最近ですね、このクレジットカードの海外旅行保険っていうのはですね、自動負帯から利用負帯にね、変更になっていることが非常に多いんですよね。ですので、今回の動画でね、利用負帯と自動負帯のクレジットカードね、両方とも扱いますけれども、利用される方は確実に公式サイトでチェックしてからですね、投稿ね、していただければなと思います。というのも、このね、エポスカードもね、非常に有名で自動負帯のね、 あの、有名なクレジットカードだったんですけども、昨年の10月よりね、利用負担に変更になっておりますし、まあ、それ以外のカードもですね、ここ2、3年でですね、自動負担から利用負担に変更になってたりいたしますので、この点ね、本当に注意していただきたいなと思います。 ということで、えー、まずね、こちらが私の方でね、まとめさせていただきました。まず一番上が年会費無料で自動負帯のカードですね。で、その次に ANA のカード。で、その後にアメックスで、番外編として、住信 SBI 銀行プラチナデビットカードですね。 この表の見方としては、まずね、こちらが年会費ですね。で、海外旅行保険が利用負担なのか、自動負担なのか。で、個人賠償保険ですね。で、傾向品保障ですね。で、面積はね、あるものに関しては、こちらね、あの、米印、星印がついていると思うんですけどもえ、面積があるかどうかですね。で、治療費用、障害費用、救援者費用、え 死亡症で乗り継ぎ遅遅遅延延延出発手手荷物遅延手荷物物紛失ということでえこういった感じでね、表になっておりまして。で、こちらね、えっと、JAL カードの方もね、作ったんですけども、JAL カードはね、国際ブランドによって、えかなりね、分かれておりますのでえ、こちらもね、後で触れたいと思います。ということで、まず一番最初にですね、年会費無料のクレジットカード、もしくはデビットカードでね、おすすめのこの4枚ですね。まずね、このライフカードに関しては、ちょっとガス製のカ 確かね発行すすることがでできないんですけどもエキサイトマスターカード、NTT ファイナンス、ビズカードレギュラー、あと、ANA と、ね、スヌガ銀行の提携のデビットカードですね。フィナンシャルパ,ルス,パス、ビザカードということで、どれも、ね、年会費無料にもかかわらず、自動負帯でね。 海外旅行保険が付いております。もちろんね、自動付帯でね、付いていて、年会費無料になりますので、保証額はね、全然高くないんですけども、まあ持っていてもね、お金がかからないで海外旅行保険が付帯してくるっていうふうになりますので、持っといてね、いいのではないのかなと思います。私もね、タイミング見て発行しようと思ってるんですけども、今のところこの4枚はね、どれも持っておりません。まあ特にね、一番おすすめなのは、このね、フィナンシャルパスビザデビットですね。 まあ、こちらはね、あの、海外旅行保険のね、金額が付帯するのもそうなんですけども、他のカードにはないね、ここですよね。 あ乗り継ぎ遅延とか出発遅延とかね、手荷物遅延、手荷物紛失とかですね。まあこちら全部海外旅行の時しかね、保証は受けることができないんですけども、年会費無料で、しかも自動付帯でこれが付いているって、多分他のカードでないんじゃないのかな。多分私が調べた感じだとね、このカードぐらいだと思うんですよね。自動付帯で年会費無料で、乗り継ぎ遅延とかね、こういった遅延系のね、 保証がいいてているっていうのののははねねででですす銀行と ANA の、ね、フィナンシャルパスビ,ザテビットカードは非常におすすめです、ね、私もね、今回まとめて作らせていただいて、新たな発見ということで、これはね、ちょっと近いうちにね、銀行口座はね、必要にはなりますけども、作りたいなと思っております。で、またですね、この NTT ファイナンスビ Biz ドレギュラーっていうのはね、こちらビジネスカードになりますんで、まあ会社員の方も多分発行することはできると思うんですけども、なんか服用してないとね、発行できないかなっていうところ ですかねまあ、こういった感じになりますね。年会費無料のカードだとね。で、次に、え、ANA のゴールドカードですね。こちら、え、ANA のゴールドカードになるとですね、え、利用負担、自動負担、利用負担、自動負担ということで、こちらね、国際ブランドによってかなりね、え、自動負担なのか、利用負担なのかね、分かれるということで、え、JCB とダイナースに関しては、自動負担でね、ついております。アメックスと、 ビザマスターに関しては利用負帯っていう風になりますんで、こちらがね、注意っていうところですね。特にね、アメックスとか年会費ね、3万4000って一番高いんですけども、えー、海外旅行保険はね、アメックスはそんなに強くないので、えー、利用負帯っていう風になるんですよね。ですので、私はね、ANA のね、ゴールドカードの中で基本的に一番お勧めさせていただいているのは、<laughs> ANA JCB ワイルドゴールドカードですね。こちらはね、 国内外自動二重でついておりまして、まあ保証枠もね、見ての通りすごい高い、またね、乗り継ぎ遅延とかもね、ついておりますので、こちらね、やっぱり強いですよね。まあ ANA ダイナースもですね、新規入会キャンペーン強かったりですね、この ANA JCB ワイドゴールドカードにはね、 あの、ラウンジサービスっていうのは、カードラウンジしかね、使うことができないんですけども、ダイナースカードの場合はですね、ダイナースなんでね、プライティーパスとね、同じようなラウンジもね、利用することができるっていうふうになりますんで、ボテジューとかね、そういったところもね、利用したりすることができますので、まあ、この ANA のワイドゴールドカード、もしくは ANA ダイナースがね、おすすめっていうところですかね。まあ、もちろんね、ANA ビザワイドゴールドカードもね、ANA アメックスもね、まあ、いいところあるんですけども、まあ、この海外旅行保険とかね、あの全体的に見る でですすねねここの2つが、ね、結構おすすめかなっていうところです、ね、まあ ANA アメックスゴールドカードとかね ANA のサービスでね100円で3マイル貯まるねプレジットカードっていう風になりますんでここはね非常に強かったりするんですけども、まあ、全体的に見るとねこの2つがおすすめっていうところですかね。 で、次に、えー、アメックスのカードですね。こちら、アメックスをちょっとまとめてね、入れさせていただいたわけなんですけども、アメックスのクレジットカードはですね、プラチナ以外ね、全部利用付帯なんですよね。宴会費がね、高い。えー マリオットアメックスプレミアムとか、ヒルトアメックスプレミアム、最近出たね、アメックスゴールドプリファードとかもありますけども、ここら辺もね、全部利用負帯っていう風になりますんで、何か利用しないとですね、保証をね、受けることができないって言った形になります。で、プラチナカードだけね、自動負帯が付いておりまして、まあ、プラチナカードね、年会費16万5000なんで、これは付けといてくれよっていうところなんですけども、 本当にね、このプラチナ級の年会費じゃないとですね、自動負担にね、入ってこないっていう風になりますんで、アメックスのね、海外旅行保険はね、やはりちょっとね、弱めっていうところですよね。すべてね、利用負担で、ね、この保証がね、受けることができるって言ったはちに、 なります。で、プラチナカードはね、やはり年会費がめちゃくちゃ高いということで、保証額もね、非常に高いですよね。死亡保証はね、1億円。こちらはね、5000万円が自動負担でついてて、で、またね、決済していただくと、えさらに5000万円で合計1億みたいな。まあ、こういった感じになります。で、 で、それ以外もね、非常にタグね、設定されておりますので、まあ、アメックスプラチナガードね、16万5000しますけども、やはりね、この年会費が高い分ですね、保証額もね、かなり高い。またね、この乗り継ぎ遅延とかね、出発遅延とかも、まあ、他のカードでね、 ほとんど2万円、2万円、2万円、4万円。これがね、結構基準だったりするんですけども、アメックスプラチナカードだけね、3万、3万、3万、6万ですからね、手荷物なくなったら6万円もらえちゃうっていう風になりますんで、これはね、結構すごいですよね。で、次に、三井住友プラチナプリファードですね。私の動画でね、結構お勧めさせていただいているこちらのクレジットカードなんですけども、三井住友プラチナプリファードはですね、年会費が3万、3000円するんですけども、こちらもね、利用負担になります。で、こちらね、 利用負債なんですけども、やはりねプラチナカードということで、えー、保証額がね結構高めにね設定されているっていう風になります。利用負債でね五百円なんで結構いい方ですよね。まあこれがねちょっと三井住友プラチナプリファードなんでね、えー、自動負債にしてほしいところですけども、えー、残念ながらね利用負債っていった形になるんですよね。で次にね住信 SBI 銀行プラチナデビットカードなんですけれどもこちらね年会費一万一千するデビットカードなんですよね。ですのでこのカードと、えー、このカードはね。 銀行との提携カードっていう風になりまして、こちらの銀行にお金を入れといていただいて決済すると、まあ、その場でね、引き落とされるっていうデビットカードなんですよね。で、このスミシン SBI プラチナデビットカードね、私こちら持ってるんですけども、海外旅行保険がね、自動付帯でね、非常にいい部分があるんですけども、もともとね、まあ私はモバイル端末保証が非常に強いんですよね、このデビットカード。 まあ、あの、個別の動画ね、出させていただいておりますけれども、MacBook とかねえ、壊れてね、私は、 あの、こちらを使って、モバイル端末保証でね、修理ね、出させていただいたんですけども、まあ、そういったね、あの、パソコンであったり、通信ができる機器がね、このモバイル端末保証に入りますので、まあ、スマホもそうですけども、パソコン、カメラとかね、あとスイッチとか、ニンテンドースイッチとかも、こちらのね、モバイル端末保証でね、直せたりしますので、まあ、1万1000円かかるんですけども、そういったね、電化製品の保険としてはですね、かなりね、優秀って言った味になるんですよね。ですので、私はね、この 自動負担をメインで持ってるっていうよりかはモバイル端末がね壊れたときにこの保険代として1万1000円ね年会費払ってるっていう感じなんですよねでそれにプラスして自動負担がね乗っかってくるっていう風になりましてこちらね1万1000円の割にはですね障害とかはね1000万とかね病気の時はね700万のね保証が入ってきたりしますのでこのデビットカードね結構おすすめですねちょっとね1万1000円毎年かかるね高いかなって思われる方多いと思うんですけれども1回パソコン とかね1回スマホ直したらねもう何年かかねペイできますのでこれはね本当にねおススメっていった形になりますで今回ねまとめてみてね思ったのはですねまずこちらですね先ほども言いましたけども駿河銀行フィナンシャルパスデビットのえこの部分ですねでまたねこの ana jcb ワイドゴールドカードプロパーの jcb はですね 海外旅行保険でもう利用負担になってるんですけども、ANA のクレジットカードはですね、海外旅行保険がね、自動負担、しかも国内外自動負担なんですよね。で、またね、この乗り継ぎ遅延とかこういったサービスも、 国内外で利用することができるっていう風になるんですよね。まあこれがね、非常にね、強いなぁなんていう風に思いまして、このね、あの、ビザマスターもね、これ付いてるんですけども、こちらね、利用付帯で付いてるっていう風になりますんで、まあ何かね、利用しないと、こちらね、保証してもらえないんですけども、まあ JCB の場合はですね、自動付帯っていう風になりますんで、持ってるだけでね、こちらが使えちゃうっていう風になりますんで、やはりね ANA、ANAJCB ワイドゴールドカードね、 今回まとめてみてね、やはり保険にはね、めちゃくちゃ強いな、なんていうふうに思いましたね。まあまたね、まあアメックスのプラチナカードはね、やはりね、とんでもなく高いなっていうふうに思ったんですけども、やはり年会費もね、めちゃくちゃ高いんで、まあこのくらいかなっていうところですかね。それでは次にですね、JAL カードの方にね、行きたいと思います。JAL カードの方はですね、こちら、クラブ A カード、クラブ A ゴールドカード、こちらね、JCBOP カードで、JAL クラブ A ゴールドカードのマスタービザ等級。 で次に JAL クラブ A ゴールドカードのスイで JAL クラブ A ゴールドカードのアメリカンエキスプレスで JAL ダイナースのえクラブ A ゴールドカードで JAL プラチナカードアメリカンエキスプレス JAL プラチナカード JCB ということで JAL カードの方はですね本当にねこの国際ブランドですねかなりね細かく分かれておりましてちょっとね複雑になってるんですよねで基本的にね全てね国内外ね自動付帯でえついておりますこちらで、ね、クラブ A とクラブ A で、使えるって言ってた形になりますで違いとしてはですね、このね、あの、保証の部分がね、カードの国際ブランドによってちょっと異なるということで、やはりね、JCB はね、国際ブランドだと、保証額がね、結構高めに設定されておりまして、まあ、プラチナカードとかね、1000万なんでね、すごい高いですよね。まあ、こういった感じでですね、 保証内容は、やはり JCB がね、一番強いっていうのと、あとね、この JCB はね、あの、先ほど ANA でもそうでしたけども、このね、国内外のね、 出発とか乗り継ぎ支援ね、国内外ね、共に利用することができるっていうふうになりますんで、こちらがね、結構強いっていう感じですね。まあ、JAL カードね、選ぶときにね、ここら辺もね、まあ、考慮して、まあ、選んでみていただければなっていう感じですかね。で、このね、JAL のクレジットカードですね、こういったね、お見舞い金制度っていうのがありまして、 これがですね、おきさへとこちらになりまして、JAL カード海外航空遅延便お見舞い金制度ということで、こちらね、海外旅行期間中の日本発着の JAL 国際線航空券出発遅延、結構海外でのパスポート紛失に対し、お見舞い金を支払いする制度ですということで、こちらね、こういったね、制度があるんですよね。こちらね、詳細を見るとですね、 ね、JAL クラブ A ゴールドカード、ダイナースカード、プラチナカードの会員の方が、このね、海外航空便遅延お見舞い金制度っていうのが利用することができるみたいなんですよね。期間中に JAL 国際線航空券の出発遅延、 結構、海外でのパスポート紛失に対し、お見舞い金を支払う制度で、JAL カード入会日の翌日以降に日本出発する海外旅行から適用になりますということで、こちらね、金額が一部ね、2021年に変更になっているみたいなんですけども、 対象の方、は JAL、クラブ a ゴールドカード、JAL、ダイナース、プラチナ会員の方。で、えー、対象の航空会社、JAL の国際線の JAL 便、コードシェア便を含むのが対象になりまして、お見舞い金は JAL、クラブ a ゴールドカード、JAL、ダイナース会員の方は24000円。JAL、プラチナカードの方は3万円がね、こちらもらえるっていう制度があるんですよね。 ここら辺のね、乗り継ぎ遅延とかね、入ってないカードがあるんですけども、まあ、このお見舞い金でですね、一部ね、保証してもらえるみたいな、まあ、こういった感じで利用することができます。まあ、もちろんね、あの、手荷物遅延とかね、手荷物紛失とかね、一応記載が入ってなかったですけども、まあ、パスポートとかなくしてもね、このお見舞い金制度がですね、これ JCB もプラチナもね、記載はしてないですけども、利用することできますので、JAL のねねねクラブゴーーールドカードカ以上持っっている方はです、ね、こういったサービスも、ね利用 するることができるっていう風になりますすすのででカード選ぶ際にですねぜひね参考にしてみてみいいただければなと思いま,すまあ、こういった感じですかね。まあ、細かい部分はですね、ご自身でね、スクリーンショット等々を撮っていただいて、まあ、比較ね、してみていただければなと思います。やはりね、何度も言ってますけども、このフィナンシャルデビットカードとですね、やはり ANAJCB ワイドゴールドカードね、 保証はね、分厚いなっていうふうに思いましたね。やはりこちらね、無料で自動付帯ですし、ANA JCB ワイルドゴールドカードはね、15,400円年会費かかりますけども、まあ、こちらね、利用することができて、このね、JCB のね、クレジットカードっていうのは、スマリボっていうね、リボ払いのサービスに登録して、1回使うだけでね、5,000割引入るんですよね。ですので、ANA JCB ワイルドゴールドカードの方は、1400円とかでね、維持することができちゃいますんで、やはりね、このカード、ね いいですね。あの今一般カード使ってるんですけども SFC の、えー、こちらにね切り替えようかなっていうふうに思っております。 はい。ということで、今回ですね、クレジットカードに付帯している海外旅行保険ね、まとめて紹介させていただきました。こちらね、冒頭にも言わせていただきましたけども、利用される方はですね、ぜひね、ご自身で、えー、確認してからね、利用するようにしてください。いつね、変更になるかね、正直こちらね、わからない部分がございますし、これね、あの、何かの不具合でね、利用できないとね、結構大変なことになりますので、この点ね、ご注意いただければなと思います。で、このね、 最後になりますけれども、えー、この海外旅行保険ね、利用付帯と自動二えー、ありますけれども、このね、利用付帯だからといって、すごいね、ハードルが高いわけではございませんので、この点もね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。ほとんどのクレジットカードはですね、出国後、現地について、現地から、えー、市内のね、ホテルとか行く際の、まあ、あの、バスとかですね、航空交通機関で利用していただければね、えー、適用になったりいたしますので、この利用付帯っていうのもですね、そんなにね、ハードルが高くないですし、特にね、この JR とかね利用されている方はこのね券売機で電車のチケット購入していただければですね利用負担につけたりできますし最近ねタッチ決済 できるようにね、どんどんなってきてますよね。まあ、こちらもね、もちろん、えー、利用負帯のね、条件に入ると思いますので、ぜひね、この利用負帯もですね、活用してね、積み上、あの、保険金額ね、積み上げていただければなと思います。タッチ決済がね、もっとね、全部のね、あの、鉄道とかでね、利用することができるようになればですね、もっとね、簡単にね、この利用負帯ね、積み上げることができると思うんですけども、まだね、鉄道でもクレジットカードを使えないところあったりいたしますので、まあ、これはね、本当にね、タッチ決済ね、あの、 全部のね、鉄道で使えるようになってね、簡単につけれるようになってほしいですよね。はい。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画がになった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイル検診断、ポイントサーチ診断ね、やっておりますので、ぜひね、こちらから無料で利用することできますので、チェックしていただくととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。